これより候補者吉村美希文教区議会議員候補より皆様にご挨拶を申し上げます。頑張れ。皆さんこんばんは。本日は吉村美希決起大会に足をお運びいただきまして誠にありがとうございます。会場を見渡しておりますと、いつも日頃お世話になっている方々のお顔を拝見し、ちょっと実は緊張しているんですけれども、とても心強く嬉しく思っております。私は先ほどお話にもありましたように、大学院時代から文京区の町に生活をしておりますが、文京区の町で生活を続けているうちに、誰もが住み続けたい町づくりに貢献をしたいと思うようになりました。そこで私は東京自民党政経塾の門を叩き、深谷隆塾長のご指導のもと勉強を始め、深谷先生よりご縁の大切さ、人に対して感謝をする心、そして深谷先生の政治家としての人生についてご教授いただきました。またご縁をいただき、中谷文隆先生の秘書となり、文京区の町で中谷先生に厳しいご指導をいただきながら、文教区政を実践的に学ばせていただきました。私はお世話になったこの大好きな文京区の町を3つの観点より変えてまいりたいと思っております。まず第1の観点といたしましては、先ほど、お話にも出てたんですけれども、安全安心な町文京区へと、さらに安心な町の文京区へと変えてまいりたいと思っております。私は消防団に所属をしているのですが、日頃から消防団員として地域の皆様のために活動されている先輩方の姿を間近で拝見し、日々学ばせていただいております。地域の安全のためには、地域の皆様、地域の方々との密接な関係が必要になってくると考えております。私は中谷先生の秘書として地域の方々と交流をさせていただき、防災訓練ですとか避難所運営訓練などにも参加をさせていただきました。そのような場で地域の方々と交流をしている際に、皆様が最近はマンションの居住の方が増えてきているので、町会への加入の人数が減少しているという、共通のどこの町会の方でも共通のお悩みを抱えているということに気づきました。町会が活性化し維持するためには、新しく文京区の町に移住してきた方々が町会に積極的に加入をして、そして町会全体で活性化を図り、顔の見える地域、隣の方が誰かが分かるような地域を作り出し、それが結果的には安全につながってくるものと私は考えております。ただ新しく文京区の町に移住してきた方々が地域に溶け込むためには、やはり地域のお祭りですとか、イベントなどに参加することがきっかけになることが多いと考えております。私はこの文京区の地域のお祭りなどのイベントを今後もさらに盛り上げていって、地域の皆様と共に文京区の安全を顔の見える文京区ということで図っていきたいと考えております。で、また安心という観点からいたしますと、私は現在文京区の消費生活推進員というものに登録をしておりまして、特殊詐欺に注意という題目にて啓発セミナーを何度かさせていただいております。超高齢社会に突入している我が国において、高齢者の方を狙った特殊詐欺被害が多発しております。私は今後も実被害例というものを皆様にお伝えしながら、特殊詐欺の啓発活動を継続し、より安心な町文京区になるように積極的に努めてまいりたいと思っております。また第2の観点といたしましては、教育に特化した町文京区へと、さらに文京区へとしてまいりたいと思っております。
私は先ほど中谷先生のお話にもありましたように、五重流空手道教室にて現在空手を自分でも習っており、でまた子どもたち、空手を習っている子どもたちの稽古補助という形で一緒に子どもたちに教えている立場でございます。私は、まあ、文教部というと、まあ、学術的なその学歴みたいな教育というものも一番重要かもしれないんですけれども、勉学面の教育のみならず運動面、そして心の教育にも力を入れ、総合的な人間力を図る、まあ、総合的な人間力を養う教育に力を入れてまいりたいと思っております。次に第3の観点といたしましては、私は誰もが住み続けたい町文京区にさらにしてまいりたいと思っております。私は現在兄の会社の関係で保育園の、まあ、営業をやっておりますので、資格を取り現在保育園の実務も経験いたしました。そのことをそれまた申し訳ございません、また私の母はもうすでに亡くなっているのですが、介護の、まあ、母の介護という側面も経験しております。子育て支援員という、まあ、東京都の登録している資格を認定を受けているんですけれども、まあ、お子様、未就学児童からご高齢者まで誰もが住み続けたい町に、子育て支援から介護問題まで積極的に取り組んでまいりたいと思っております。私はこの文京区の町をさらに住みやすい町、住み続けたい町へと変えてまいりたいと思っております。皆様の代弁者といたしまして、吉村美希は頑張ってまいりたいと思っております。また先ほど上り旗の授与をしてくださいました私の母校であります中央大学、私は中央大学の法学部の出身でありますが、中央大学が実は大塚一丁目に移転してくることが決定しております。私は中央大学学院会東京文京区支部の副幹事長といたしまして、中央大学の文京区展開に力を入れ、文京区の町がさらに発展していくように尽くしていく所存でございます。中央大学と文京区生の橋渡しにこれから尽力していきたいと考えております。本日はご多忙な中、吉村美希決起大会に足をお運びいただきまして本当にありがとうございます。本日ご登壇いただきました先生方、過分な言葉をいただいたんですけれども、先生方、また本日ご来場いただきました皆様、そして本日スタッフとして運営を支えてくださった皆様に、そして日頃から私のことを支えてくださって指導してくださっている全ての皆様に感謝の心を忘れずに日々頑張ってまいりたいと思います。今回の4月の選挙、とても厳しい戦いになると私も実感しております。最後の最後まで皆様と共に精一杯頑張ってまいる所存でございますので、今後とも吉村美希にご指導ご鞭撻のほど心ありお願い申し上げて、本日は感謝の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。